石川県能登地方の記録的大雨から明日で3週間になります。今回の大雨は1月の地震の被害が大雨災害を大きくした複合災害でした。具体的に被害をどう拡大したのか、連続する災害に備える術はあるのか、松本博浩解説員に聞いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本さん、地震と大雨が重なって、はい、まあ大きな被害となったわけです。けれども、うん、具体的にはどんな影響があったんでしょうか？ あの地震に弱めが大雨が追い打ちをかけて大変だということは。 あの分かるんですけど、じゃあその重なったこところでどのくらいこう被害が大きくなったのかというところで,ですね。はい、これなかなかこうつかみにくいんですけれども、えー、この2つのケースでですね、具体的にその影響度合いっていうのが、はい、あの分かってきました。はい、で一つは地震で山があちこちでえ崩れました。はい、でその後の大雨でこうさらにその崩壊が広がったこの状況ですね。うんはい、あの防災科学技術研究所がですね、人工衛星のデータを解析して その地震による土砂が流出した場所とですねそれから大雨によって流出した場所、崩れて流出した場所、はい、これを衛星の画像でですねあの推定したんですね、データで。はいはい、そうするとこの輪島市や珠洲市などの、えーまあ、北側のエリアですけれども地震が2200箇所、それから大雨が 1900箇所確認されたんですねこれだけでも大変な数なんですけれども、うん、でこのうち大雨の方を見るとですね、うん、1900か箇所あると申し上げましたがそのうちの500箇所がこの前の地震で崩れた場所と隣り合わせだったんですねつな、まあ、がっているような状況。うん、ということはどういうことですか っていう可能性が高い場所なんですね。はい、で、これを面積あのあの見るとですね、大雨で崩れた場所のうちの4割ぐらいはですね、地震による影響を受けていた可能性があるんじゃないかということが分かってきたんです。はい、えー、であのその場所の一つですね、和島市の注ぎ地区というところの土砂災害の現場をこの先日取材したんですけれども。はい あの住民の話からもそれは,は裏付けられましたあの、標高200メートルぐらいの高さからです、ね、こう縦長にこう筋のように崩れ落ちているところが2つあって、はい、で麓の住宅やあの車庫などをのみ込んだという現場だったんですけれども住民の方に聞くとです、ね、去年1月の地震で一部崩れたと。 であの以前緑で覆われていたのが一部崩れたぐらいだったんだけれどもこの先日の先月の大雨でその周りが大きく壊れてですね、まあ、3倍ぐらい広がってでものすごい量の土砂や大きな岩が流れ落ちて家や車庫などを押し潰したというふうに証言しているんですねこれはあの衛星からのデータと一致する結果なんです。はい であの京都大学防災研究所の竹林宏、えーえー、准教授がこの雨量のデータを解析したんですけれどもこの現場あの発生時の累積の雨量は149ミリで、まあ、通常土砂災害が発生する雨量に比べるとかなり少ないということが分かったんですね。うん、高林準教授は地震で崩れてて堆積していた土砂がこの 普通より少ない雨だったんですけれども、も、はいうん、え、それで崩れ始めて、うん、周囲の土や石を巻き込んで大きな土石流に繋がった。引き起こしたと考えられると話しているんです。うんはい、で、この点でもですね。やはりその先行する地震の影響っていうのが被害を拡大させ、うん、大雨の被害をさらに大きくしたということが伺えると。 思うんですね地震の影響で大雨災害を大きくしたというもうう一つケースがあるようですね,そうですね具体的に見えてきたケースとしては山の斜面が崩れてこの土砂が川をせき止めてしまうダムのようになってしまうということを気になったことがあると思うんですけれども、うんはい、この稼動閉塞、稼動が集まるということで稼動閉塞といいますね、はい、でこれがあの結界をして被害を大きくしていたということが分かってきました。 輪島市の鈴谷地区というところあの集落の真ん中を鈴谷川という川が流れて、えー、いるんですけれども、はい、あの川が大きく氾濫してですねあの、大半が浸水する被害を受けたところです。はいで この川の川上流ですね、6か所にこの地震によって稼働閉塞が起きてダムのような状態になっていたということがこの大雨の前、分かっていたんですの水を抜かないと危険なんですけれどもこの現場非常にこうあの入りにくいもうあちこちで山が崩れて重機を入れることができなくってすぐに対策ができないと。 いうことで、まあ国土交通省はその川の出口のところ下のところにこのブロックを積んでですね。はい、で、もしあの大雨が降って、うん、えこのダムが崩れて水が流れてきたり、あるいは土砂や岩が流れてきても食い止めるように仮の堰堤を作っていたわけなんです。はいはい、で、そこへ今回の大雨が襲って、で、あの六か所ぐらいあった稼働閉塞のうち少なくとも大きな二か所が決壊したということがわかっ。 で決壊したあの水あるいはその流木や土砂が混ざったものがですねあの作っていた仮設の砂防堰堤これを簡単に破壊して町の方に向かって流れ下った、うん、ということが分かっています。国,交省の国土交通省の推定でその量はおよそ17万トンで、はい、この鈴谷川で発生した氾濫の規模を数パーセント大きくしたと。 いうふうに推定されているんです。スー、はい、パーセントと言ってもですね、非常に大きい影響なんですね。うん、あの幸い巻き込まれた人はいなかったんですけれども、えー、まあ反乱によって新たに住宅が壊れた、倒壊したというところもありますし、うん、この市街地に土砂や流木がこう大量に流れ込んで、地震からの復旧作業をさらにこの負担が増したという状況なんです。うん 1> で1月の地震では14箇所で稼働閉塞が確認されているんですけれどもこの大雨の後その半数がなくなっていたということが分かっています、はい、なくなったということはこの水が溜まっていてこの下流の洪水を大きくした可能性があると いうことですね、うん、で先ほどの鈴江川の北の隣にある寺地川というところでもこう大規模な氾濫が発生したんですけれども、うん、発生して2人が亡くなっているんですけれども、はい、あの災害の後と先日その稼働、えー、閉塞があったところを取材したんですけれども。はい う水がなくなって風がなくなっていた状態、うん、ですからそこの水が流れ下った可能性があるというふうに思うんですねあの気候変動によって豪雨が増えると地震などと重なるリスクが高くなって複合災害が心配だということは言われていたと思うんですが本当に現実になってしまったという印象す、ね、全くその通りですよねで、被害を小さくするために国や自治体はどう取り組んだんでしょうかそうです、ね、あのハード対策が 間に合って被害が小さくなったというケースもあるんですね。うんはい、この和島市の川原田地区というところ、1月の地震でこの大規模に山が崩れて、ここでも可動閉塞ができていたんです。で、ここはですね。比較的入りやすいところだったんで、国土交通省がダムの水を抜いてで水路を作ってですね。堆積した土砂に水が入らないように、はい、えー、防いだんですね。うん、で、これによってあの今回の大雨でもこの？ あの水があの決壊して水が流れ下ったりですね。土砂が新たに流れ出すというような被害を食い止めることができたんです。たこういうハード対策時間がかかるので、ソフト対策も進められていました。はい、で、その対策というのは？ あの先ほどの鈴谷川寺地川大きな氾濫が起きたところ稼働閉塞結界で大きな氾濫が起きたところですけれども、うん、この稼働閉塞が崩れた時を想定して浸水想定区域図というのを作っていたんですね。うん、でそれに基づいてて、えー、国土交通省と市で、えー、話し合って えー、避難指示を出す基準を引き下げたりですね、はいえー、仮設住宅の安全性を確認するなどの対応を取っていてで実際、あのー、氾濫が起きてその想定通りの範囲推定したんですけれどもこの仮設住宅の被害は免れることができた、まあ、ソフト対策が生かされた格好なんです。はいはいうん ハードの対策そしてソフトの対策も進めているということですね。こうした複合災害さまざまなケースがあっての全てに備えるということは無理なんですけれども、うん、まあ被害を小さくするということは でできるわけですね、はい、で何が必要かと <laughs> まずその災害ごとの対策をきちっと進めるということが重要なのは言うまでもありませんけれども、はいえー、それが重なることも想定してですねそのために防災計画というのがやっぱり重要になってきて、えー、地域防災計画市町村などの防災計画に複合対策編というのを別に設けてですね<ー>そういった工夫をしている自治体も増えているんです。 はい、それからもう一つその初めに災害が起きてその影響で次の災害がどんなふうに大きくなるのかっていうことをこう想定すると。うんはい その被害の程度や範囲がどう変わるのかということを想定しておいて、うん、このハザードマップに反映させておく,おくということなんですね。今回そういうことをしていたんですけれどもただ今回の大雨でもこの地震で発生した大量の流木が川を流れ下って、うん、橋のところにたまって、はい、氾濫が大きくなるということがあったんですけれども、はい、これは今のハザードマップには反映されてないわけなんですよね。うん、でですすからこういうこ,ともこうういとも踏まえてですね新たなリスクを10 国に丁寧に伝えて避難につなげるということも大切になってくれると思います、はい、この能戸地方では地震の被害に大雨が追い打ちをかけて復興がさらに遅れることが心配されていて、はい、まあ国,は国は土砂や流木の処理をはじめとする大雨からの復旧に力を入れて そしてさらなる被害の防止に全力を挙げてほしいと思います。その上で連続した災害が被害を大きくした今回の経験、全国の防災対策に生かすという視点も忘れてはならないと思います。はい。はい、ここまでは松本博氏解説員でした。ありがとうございました。みんなのニュースです。杉田さん。はい。ここからは衆議院選挙に関連した話題を取り上げます。はい 衆議院選挙は来週十五日公示、二十七日投票の日程で行われるわけですけれども。はい、柴田さん、日本では女性の政治家が少ないってことをよく言われますよね。これはどうしてなんでしょうか。現状と課題について考えます。スタジオには相沢裕子解説委員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。六、はい、年前にですね。 政治分野における男女共同参画推進法法という法律ができました、はい、これは多様性のある議会に向けて男女の候補者の数ができる限り均等になるように正当に努力を求める内容なんです今月末の衆議院選挙は法律がでこの法律ができて2回目の選挙になります、はい、あの9日に衆議院は解散されたわけですけれどもこの衆議院の中で女性議員の割合っていうのはどれぐらいだったんですか、はい 465人中の51人、率にして11%でした。はい、国際比較では先月の時点で日本は185カ国中163位というふうな順位でした。低いですね。は、う、い、ん。あの国会で働く環境というのはどうなんでしょうか。街中では授乳室やおむつ替えの施設などの設置が進んでいますけれども、国会の施設でそういう設備っていうのは整っているんですか。はい。 国会もですね国会議事堂に隣り合う議員会館が2010年に建て替えられたんですけれどもこの時に保育所ができましたうん、うん、でこの保育所は議員だけではなくて、はい、国会の周辺に勤務する人たちも使えるようになってるんです。であとはまた あの授乳室とかおむつ替えの施設もありましてその国会っていう場所のことだけで言えば子育て中の世代の働く環境としては都内の他の場所と同じくらいになっているのではないかなというふうに思います、はいでまあ、私もその建物の中で開かれる会議とか集会に赤ちゃんを連れた方が来られるっていうのも時々見ることがあります、はい、あそうですかあの私が国会を取材していた16年ほど前では 考えられないような光景ですけれどもね。ああ、なんかあの、うん、この間ですね、あ、はい、その政治の現場を取材する記者だとか、はい、あとは省庁の職員の方々にも女性が増えたなっていうふうには思いますね、うん。うん。そんな変化がある中で、どうしてでも女性議員は増えないという状況なんでしょうかね。 はいいろいろな指摘があるんです、はい、例えばなんですが、うん、衆議院だと小選挙区ですから、はい、政党は選挙区に一人しか候補者を出せませんそうするとどうしても現職の男性議員だとか、うん、そこでずっと活動してきた支部長が優先されるというのがありますはい。また選挙活動や政治活動のやり方の問題も指摘されていますはあは。 朝と夜の出勤とか、えー、帰宅時間帯に最寄り駅の前で挨拶をする議員を見たことがある方もいらっしゃると思いますけれども、はいねはい、あの自分の顔と名前を覚えてもらうために、うん、えー、土日の選挙区内でイベントをはしごする議員もいるんですね、うん、選挙期間中になると朝早くから深夜まで連日活動をすることになります、はい、で、まあ男性の国会議員では平日は上京して国会に出て うん、えいない間は妻が地元を回って有権者に会って名前を覚えてもらうといったように、はい、夫婦で活動をしているケースも多くあります。はい、はい、そうでしょうね。うん、はい、では女性が国会議員になって同じような生活をする場合に。うん 夫は妻のいない平日に子育ても引き受けた上で地元の有権者に会うなどといったその政治活動の手伝いができるでしょうかと平日は女性が単身赴任をして男性側が家を守るっていうケースは、まあ、やっている方もいるとは思うんですけれども、うん、まあ大半は男性が単身赴任となるケースが多いですよね。うんうん まあ家事への負担というのが女性に偏っている現状では家庭との両立は女性がどんな仕事をするにしてもまあ共通の悩みではありますけれども政治家も例外ではないということですよね。そうですよね。だからその国会でも地方でもまあ議員は男性がほとんどという状況の中で政治家はまあ男性がやるものなるものだというようなまあ先入観というか思い込みというかねそういったものがまあ,あるのかなとも思いますし。 それをこうぬい去っていくというのが一つあの最初の一歩なのかなとも感じますね。はい、はい、それを裏付けるようなデータがあるんです。4年前に内閣府が選挙に立候補を検討したけれども断念した人を対象に行ったアンケートがあるんです。はい、そこで、えー、当選後に 議員だとかあ市町村のトップとして活動する際に課題になりそうな事故について聞いたところ、うんはい、男性と女性の答えの差が一番大きくて女性の方が多く答えたのが政治は男性が行ううもののだだという周囲の考えだったんです、うん、またこの他にあにハラスメントの問題も指摘されてるんです。はい、ハラスメントってどういうことでしょうかはい あのー、内閣府がです、ね、地方議員を対象に行った調査があるんですけれども、はいはい、議員活動や選挙活動中に有権者や支援者同じ議員などからハラスメントを受けたかっていうふうな、あのー、調査をしたんですね。でそうすると、うん それによると男性の32%女性の58%が何らかのハラスメントを受けたというふうに答えたんです、うん、ハラスメントを受けたと答えた地方議員は女性の方が男性の倍多かったということですねで具体的にどんなハラスメントだったんでしょうか、はい、内容もあの男性と女性で違ったんです男性の方は多かった順に SNS やメールによる中傷や嫌がらせ えー、投票や支持の見返りに何らかの行為を要求するというものだったんですけれども女性の方は性的もしくは暴力的な言葉による嫌がらせ性別に基づく侮辱的な態度や発言だったんです。 でこれは深刻だということで内閣府は具体的な事例をを集めて、うん、ハラスメントの防止教材を作りました、はあ、でこの中では女性議員に対するものとしてはあの有権者からのハラスメントとして街頭に立つ女性候補者に対して投票するから携帯電話番号を教えてほしいと必要に迫る行為だとか、うん、議員同士のハラスメントとして議会の控え室で女性議員だけにお茶を入れさせること。はあ あるいは子育てしながら議員の仕事は務まらない有権者に失礼なので一度議員を辞めたほうがいいなどまた似てハラスメントにあたる言動などを挙げているんです具体的な事例から防止教材が作られたということですから実際にそういうことが起きているとといいうことですよねはい、私も取材する中で例えばつわりのつらさを分かってもらえずに男性の同僚議員から「俺も二日酔いだって休みたいよ」と言われたとか。 ああ夜の会合を断ると、サボっているというレッテルを貼られてしまうなどといった話は聞いたことがあります。うん、女性でも安心して政治家として活動できる環境を整えていく必要があると思います。はい。一方でですね。まあ、東京に住んでますと、区長さんとか、あるいは議員さんもですけれども。 女性が増えてるなっていう感じもするんですけれどもそのあたりどうなんでしょうか、はい、そうですよね確かにそうですよね、うん、実際あの東京23区では女性区長は6人になりましたし東京都議会の女性議員も今3割を超えて全国で一番割合が高くなっています、はい、選挙の時の掲示板を見ても女性の立候補者のポスターが増えたなっていうふうな実感を持つ方も多いのではないかなというふうに思いますはい で全国的にもですね昨年4月の時点で香川県岡山県京都府鹿児島県の都道府県議会の女性議員の割合は2割を超えてきていますで、市区町村議会の方でも去年春に行われた統一地方選挙で男性よりも女性の方が多い市議会というのが誕生したんです、はい、これが千葉県白石と兵庫県宝塚市です うん、まだこのほか、東京都杉並区、愛知県日進市、はい、兵庫県丹波佐山市の議会では男女が半々になっています。うん、まあただまだ女性議員がゼロの市町村議会もあります。はい、このゼロ議会が多い順に青森県、奈良県、うん、宮崎県などとなっているんです。うん、はい。まあ地域差がまああるということですよね。はい。ただまあこういう話をしてますとね。 例えば、その女性議員が増えたらじゃあ何が変わるのかというような議論にもまあなるわけですけれどもそのあたりは相沢さん先ほどあの引用した内閣府の地方議員へのアンケート調査で女性議員がいることでどんな変化があったのかということも聞いてるんです。はい、でそれによりますと夜道のの防犯カメラの設置や DV 対策 性犯罪に対する条例の厳罰化が実現するなど女性の視点に基づいた提言が増えたとか、うんはい、議会への女性の傍聴者が増えるなど女性の政治や議会に対する関心が高まった。それに 密室談合の意思決定が減り透明化が進んだなどの意見が寄せられたということなんです密室談合の意思決定が減ったというのはね、うん、ちょっと面白いかなと思ったりもいたしましたが企業などでもかつては 夜の飲み会で意思決定がされていたなんて話も聞いたことがありますしそういうことがれいかはい、そうかもしれません、うんまあ、今日は女性の話題でしたけれども例えばいろんな年齢層や、はい、職業歴を持った人など 背景が様々な人が政治に関わることで多くの人が生きやすい生活しやすい社会につながるのではないかと思います、はい、またそういう社会になるといろいろな人が政治家に挑戦しやすくなって幅広いテーマが議論される可能性が広がるという循環が生まれるのではないかなと思います、はいうん まあ、社会からこう見過ごされたりとかですねあるいはこぼれ落ちてしまっている意見ってそれを救い取るっていうのも議会の大事なまあ役割ですよね国、地方問わずですねでそのまあ入り口となるその選挙というのがまた今月行われるということですのでその議論の行方を注目していきたいというふうに思います、はい、今日ここまでみんなのニュースは相澤裕子解説委員とお伝えしてきました。 性被害というと長い間被害者は女性という前提で捉えられてきましたしかしジャニー北川氏による男性の性加害問題が取り上げられてから1年余り今男性が性被害を訴えるケースが増えているということです NHK が全国各地の支援センターを対象に行ったアンケート調査では 被害を受けた男性や男の子の性被害の相談件数が急激に増加していることが分かりましたまあ一方で男性の性被害への対応には課題を感じると答えたセンターが9割近くになったということです男性の性被害への対応にはどんな課題があるのでしょうか取材をした社会部富田良記者に聞きます富田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします まあ今回、ですね全国の支援センターに取材をしたということなんですが、男性への性加害、どんな被害相談が寄せられているんでしょうかはい例えば、子供が下着を下ろされたとか、わいな画像を送るよう求められたといった保護者や学校などからの相談のほかに、過去の被害を思い出してつらいと訴える成人もいるといいます。 他にも各センターでは、体を触られる、着替えやトイレを覗かれる、猥褻な写真を見せられる、SNS 上に性的な中傷を書かれたり、画像を載せられたりするなどの例を挙げて、こうした被害について相談してほしいと呼びかけていますで。そうした相談がどのぐらい増えているかということも見えてきたんでしょうか。<got> はい。NHK では、男性の性被害の相談や支援の現状を把握するために、 今年8月から9月にかけて全国のワンストップ支援センターにアンケート調査を実施しました、はい、このワンストップ支援センターというのは性暴力の被害者を支援する電話相談や面談からカウンセリング、病院での診察や警察への相談など 必要な支援を一箇所で受けられるようにすべての都道府県に設置されているものです、はい、全国で52箇所あります、はい、で、このうち男性や男児の性被害の相談を受け付けていると回答した支援センターは51箇所でした、うんはい、まあほとんどすべての支援センターということですよねはい。はいえー、でさらに相談者の性別の内訳についても回答した35箇所のセンターでは 昨年度寄せられた男性の被害の相談件数が合わせて2467件でした、はい、これは前の年度より1.5倍近くに増えていたんです、ねうんはい、中には5倍や7倍に増えたというセンターもありました、はいうん これまでは男性の性被害については他の人に打ち明けたり公的機関に相談をしたりするという対応が考えにくかったという面があるんででしょうかそうかそすね NHK の取材に対しては富山県にある性暴力被害ワンストップ支援センター富山の木村凪センター長が、はい、やはりジャニーズの性加害問題がニュースになったことで男性にも被害者がいると認知されて被害者が声を上げていいという認識が広がった。 被害者本人の相談のほかにその周りにいる大人や親御さん学校からの相談も増えていると話していました、はいはい、このセンターでは昨年度寄せられた男性の性被害の相談は延べ172件で前年度の3倍以上に増加しましたこうした中富山県では街頭で積極的に声をかけて男性の性被害や相談窓口を周知しているということです、はい まあ一方で、ですねその支援センターの側では、男性からの被害相談に対応する体制というのは、十分整っていたんでしょうかはいこれについては、多くの支援センターが課題を感じていたようで、はい、今回のアンケート調査でも、全体の87%が課題を感じる、あるいはやや課題を感じると答えていました。うー 被害の相談に24時間対応して産婦人科や精神科医などの医師が診療するなど女性の被害者に対しては手厚い支援体制を取ってきました一方男性についても数年前から被害相談を受け付けているんですが相談員が女性だけしかいないことなどで医療支援の体制も十分ではないと感じているということですうんその相談員が女性しかいないな場合では 男性の性被害の相談があったときに対応が難しいこともあるとそうですね、この支援センターの相談員の方は、NHK の取材に対して、男性から電話で被害の相談はありますが、面接や診療まで求められることがないのは、女性の相談員ということを気にしているのかもしれないと。 一度だけ被害を受けた男の子を証拠の採取のため産婦人科医が診療したんですが、<ー>もしこれが大人の男性だったら診療できただろうかと心配ですと話していました。はい。まあ今後そうした場合にどう対応するかというのは何か検討されてるんですか。はい、えー。県や警察とともに男性支援の対策の検討を進めているということです。はい。例えばこの支援センターが拠点を置く病院の男性医師に協力を求めて。 被害者本人の要望に対応できるようにしたり常に複数の相談室を確保して女性の被害者と男性の被害者が接触しないよう工夫することなどを挙げています、うん、ちなみに今回のアンケートの結果では全国の支援センターのうち男性をスタッフを配置していると回答したのは4割ほどにとどまっていました。うん 女性からの相談に加えて同時に男性に対しても対応するというのは非常に想像以上にいろいろと工夫や配慮が必要になってくるとそうですねそうした中で徳島県では今年の4月から男性専用の性被害相談窓口を新たに設けました。はい これまで県内3か所のワンストップ支援センターで性別にかかわらず相談を受け付けてきたんですが男性の相談については電話相談のみの対応にとどまっていたといいます。あなるほどその男性には電話対応ののみだったのが 男性専用の相談窓口を作ったということなんですね、まあはい、これ、具体的にはどんな対応してるんですか、はい、この男性専用の窓口では、週に5日、常駐している男性のスタッフが電話、メールに加えて対面でも相談に対応します、はい、また男性のための相談室というのも確保しています。うん 徳島県男女参画人権課の森内ゆりさんは男性の被害者の方は被害を相談することに非常にためらいがあるようでハードルが高いと感じる方もいると思う週に5日設けているのでいつでも電話していただきたいと話していました。 うん、その男性の被害者の方で相談しづらいと思っているそのハードルの高い面それはどう解消していけるかっていうことが鍵になりそうですよねそうですね今回のアンケート調査でもこういったことを指摘する声多くありました例えば学校での男児同士の被害の相談が増えたがまだ学校現場の先生の意識は低く悪ふざけで済まされることが多いとか 男性特有の弱音を吐かない文化が多少残っているように感じる、特に男性からの男性への性被害は、周囲からの理解が得られにくいと感じている方もいるとということです、はいまあ、そういった中で,です、ね、その男性被害者からの助けを求める声、これを受け止めるためには、何が必要なんでしょうか、はいえー、男性の性被害に詳しい臨床心理士の西岡真由美さんは、 現場が困っていることや自治体だけではどうしようもないところを国も責任を持って受け止めて取り組んでいくべきだと話しています、はい、内閣府ではワンストップ支援センターを設置・運営する自治体が活用できる交付金を設けていますが、相談員を増やすための人件費などにこうした国の交付金をより柔軟に活用できるようにしたり具体的な事例を蓄積して知識やノウハウを共有していくことが必要だと指摘していました。はい 国の取り組みのほかに社会全体の意識を変えていくという必要もありそそううでですすよねそうですねえ先ほどの臨床心理士の西岡さんは男の子は強くあるべきとか男の子だったから抵抗できたんじゃないかといった社会の思い込みがある男性の被害も女性の被害と変わりなく誰の目に怒っても 命に関わるような深刻な影響を及ぼし得るものだと共有されていないことが声の上げにくさや援助へのつながりにくさに関係しているのではないかと話していました学校や職場などいろんな場面で性被害は起きていて誰もが被害者になりえますし性別にかかわらず被害に遭った人たちが声を上げやすい社会にしていくために意識を変えていくことが大事だと感じました エヌラジセレクト今夜は男性の性被害の実態と被害者への支援の課題について社会部の富田亮記者に聞きました早速皆さんからの投稿メッセージいただいていますご紹介しましょう <got> 男性の性被害の問題支援センターのスタッフが同性である男性スタッフなら相談しやすいのがあると思う。 異性である女性スタッフに相談するのはすごく躊躇してしまうし話したくても話しづらいのがあると思う被害の泣き寝入りが減りますようにといただきましたありがとうございますはいエ、えー、クセの投稿です、えー、加害者にも触れてほしいな知り合いに年配の女性に性被害を受けた男性がいますはいはいうんそうですね本当にえー、たくさんの投稿あいただきましたありがとうございます、はい、ありがとうございます